宮古島区地域自立支援協議会地域当事者部会様主催第6回仲間とつながる地域の輪という催しにて、私船本が指揮を務めます福祉の管弦楽団真心が出演いたします。時2023年11月25日土曜午後1時開演、3時終演、ところ宮古島区民センター1階ホールにて行われます。福祉の管弦楽団真心は第1部の出演となっております。午後1時から開会式、その後の出演となります。約45分間のステージを予定しております。今回演奏する曲目はアイネ・クライネ・ナハトムジーク、ラデツキー行進曲、素敵なホリデイ、マツケンサンバ2など、クラシックから J-POP まで合わせて7曲ほど演奏いたします。今回は宮古島区民合唱団ミヤコン様にも出演をお願いし、オーケストラと歌の合同で演奏をする曲目もございます。またマツケンサンバ2では踊りのゲストの方をお迎えし、オーケストラの演奏と合唱、それから踊りと、とても楽しいステージが繰り広げられること間違いなしです。ぜひとも福祉の管弦楽団真心の演奏を聴きにいらしてください。真心の演奏が終わりますと第2部に移ります。第2部ではボッチャ交流がございます。ボッチャというのはとても珍しい球技のスポーツとなっておりますが、年齢障害のあるなしに関わらず、すべての人が一緒に楽しみ競い合えるスポーツです。また、こちらの方も、ぜひとも参加者と一緒に楽しんでいただければと思います。仲間とつながる地域の輪は、宮古島区の障害のある方や幅広い世代の皆様に交流していただく場として開催をしております。今回は音楽やボッチャを楽しんだり、お話をしたり、地域の輪を広げていきましょう。また概要欄には一般社団法人ボッチャ協会のホームページ、それから宮古島区地域自立支援協議会の大元となっております特定非営利活動法人アルル様のホームページの URL を貼り付けておきますので、また詳しくはそちらの方もご覧いただければと思います。はい、それでは私も、真心の演奏だけでなくボッチャの方も楽しみたいと思います。ぜひとも会場でお会いしましょう。お待ちしております。